2020年東京オリンピックのボクシング競技は2021年7月24日から8月8日まで両国国技館で実施される予定のオリンピックのボクシングである。2017年6月9日国際オリンピック委員会理事会は2020年東京オリンピックのボクシング競技会では前回の男子10から8、女子3から5に種目数を変更すると決定した。 2020年7月25日から8月9日に実施する日程が決定。その後、2018年までにボクシングの国際競技連盟である国際ボクシング連盟に対して財政、ガバナンス、倫理及び審判の分野における問題があるとして同団体の IOC 除名及び競技のオリンピック除外が検討される。2018年8月8日、 ボクシングのオリンピック除外の可能性は高い状況にあり、同日の日本ボクシング連盟会長さんネアカの辞任表明でも東京オリンピックに参加できなくてもその次のオリンピックもあります。頑張ってください。と述べられるほどであった。2019年5月22日の IOC 理事会で相場に対して本競技会開催権利の剥奪をするものの、 同競技のアスリートであるボクサーたちのことを考え、本競技会は開催する方針が立てられた。国際体操連盟会長兼 IOC 委員の渡辺主政を座長とした特別作業部会が、本競技会の開催権を持つ方針となった。6月19日の理事会では、同方針と特別作業部会メンバーには相場について、知識、経験のある IOC 理事、 ビリー・カルシミットルハン、ウガンダの NOC 会長の IOC 委員、ウィリアム・フェレデリック・ブリック、格闘技会から、国際柔道連盟会長のマリウス・ビゼル、アスリートを代表して、近代五種競技女子のアメメダニーの4人を当てる、特別作業部会の改革案を承認した。6月26日、IOC 総会でこれらの実施方針などが、承認された。 種目構成も2017年6月9日の IOC 理事会決定のまま実施することも同 IOC 総会で承認された。このような不確定要素があったために観戦チケットの募集及び販売は他競技よりも遅れた。新型コロナウイルス感染症流行の影響によりオリンピックの開催延期が決定すると国技館を所有する日本相撲協会は本場所で国技館を 優先使用しているため、仮に春か秋の開催なら使用させないと表明した。その後、2021年7月24日から8月8日の夏に東京オリンピックのボクシング競技を実施することが決定した。男子、女子供に階級ごとに出場選定数が異なり、合計で男子186名、女子100名の計286名の選手が出場する。 各国からは各階級1選手の出場が認められており、下記の大会の対象者が五輪の出場資格を得る。昼の部は8月3日までは11時、8月4日以降は14時開始、夕方の部は17時開始の予定である。ありがとうございます。